さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがですか？私はまあ普通かなって感じです。つまり元気ってことです。はい、元気です。すっきりすっきりって感じですね。はいはい、ということで今日の名言のコーナーでございます。今日はですね、トルストイでございます。ロシアの文豪、私も読みましたよ。戦争と平和、映画も見ましたよ。戦争と平和、長い長いんですよ。長い、長編小説有名な人ですよ。っていうかロシアの文豪みんな長編小説ばっかドストエフスキーもそうだけどまあまあいいでしょう。はい、その方の「アンナ・カレニ、カレーニナ」の発言ということですね。はい、作品中に出てくる言葉ということです。はい、さてどんな名言なんでしょうか。っていうかこれって僕が思うにそもそも名言なのっていう、ちょっとなんか悲しくなってくるだけの話みたいな、さすがロシアっていう感じなんですけど、はい、まあ、読み上げますね。とりあえず名言かどうかはご判断ください、各自。はい、いきますよ。幸福な家庭の顔はお互い似通っているが、不幸な家庭の顔はどれもこれも違っている。これ名言じゃない。怖い、ホラーだ、ホラー、ホラーだよ、ホラー。顔を思い浮かべちゃうじゃないですか、不幸な家庭の顔を。もう何なんだこれは。トルストイ、トルストイに文句言ってやる、もう大文豪に。もうっていうかまあいいや、とにかくこれは僕は名言とは認めません。はい、いや名言なのかな。名言かもしれませんね。つまりみんな同じ顔をしているということは、幸せな家庭づくりには一定の法則があるよ、そこから外れるともうぐちゃぐちゃだよっていうことを言いたいんですかね。まあそういうふうに捉えれば名言ということにしときましょうか。じゃあ名言です。はい、名言、名言、はい、捉え方次第、僕の捉え方次第、僕の捉え方が悪かった、トルストイさんごめんなさい。はい、名言です、これは名言。はい、ということで、最後にもう一度この名言を申し上げて終わりとしたいと思います。皆さんご清聴ありがとうございました。それでは参ります。幸福な家庭の顔はお互い似通っているが、不幸な家庭の顔はどれもこれも違っている。ありがとうございました。さようなら。また別の配信でお会いしましょう。